超朗報、いつぼ、息を吐くようにヒットを打ってしまう。これも本物やろ、未来のメジャー候補やろ。打底のイースタンでこれだからな。もうちょい隠しとこう。ドラフト当てまくってすまんな、何が起きとるやろか。嘘やろ、このまま行ったらガチのマジでヤバいで。A の取ったわ。高卒やろ。高卒でしかも早生まれやで。つぼいにせ。高校の時から注目されてたん、全く名前知らんかったわ。前川また怪我したんか。前川は肩が痛いのを隠して練習してたって話やからね。首脳陣からめっちゃ怒られたらしいし、まあ休み休みやろ。令和の一郎現る。阪神ってマジでドラフト上手くなったよな、当たりばかりや。今の阪神の外野も内野も割とカチカチだからポジションあるんか。ノイジーまだわからんし、レフトまたは近本レフトにしてセンターならポジション空いてる。阪神の外野はそこそこ埋まってるから、いつぼが一軍でレギュラーなるのかなり先になると思ってる。巨人の方が浅野レギュラーにするの早いんちゃうか。山下にせいか、日本代表クラスに成長するからな。近本が劣化するあたりでスイッチできれば上等よ。マジレスするとまだいつぼは論評に値せんけどな。こっから一郎になるんか藤原になるんか未来人しかわからん。阪神今年は有望なの多すぎるやろ、開けてやれや。阪神って地味に二軍の内野硬いのずるくね。高卒1年目で2軍とは家打ちまくってるのすごいな。シーズン終盤には1軍で見れそうやね。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。